どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日はキャンドルジュン伝説の記者会見ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで広末涼子さんの不倫問題による影響でキャンドルジュンさんですね広末涼子さんの、まあ、旦那さんであるキャンドルジュンさんが記者会見を行うに至りましたっていうことがありましたと。であの私としてはですねあの以前からお話しているように個人の 不倫問題についてはまあ正直興味がないとそれ好き勝手にやってくれとでそれはまあなその家族であるとか州にとっては特にお子さんとかいらっしゃったらすごい大変なことですけどただ社会的には全く関係ございませんので身内で勝手に解決してくださいっていう派なんですよね。はい で、まあ広末涼子さんといえばですね、まあ、当然知名度も高いし、まあ、そういった意味において、まあ、報じるニュースバリューっていうんですかいわゆる数字が取れるっていう意味において、まあ、やられるのはある程度は週刊誌等々はいいのかも分かりませんがテレビでさすがにあまりにもこすり続けたりとかですね、それからその、なんて言ううでしょうね、ラブレーターを読み上げるとかむちゃくちゃやってんなと思っててで、今回の件がですね 改めてま,またねやると思った理由はキャンドル・ジュンさんがいろいろ話している内容をやっぱり聞いてると本当に今まさに我々といいますかがこうなんていう向き合わなきゃいけないメディアの問題っていうんですかね、まあ、ジャニーズ事務所の件においてもそれが突きつけられてるような気がするんですけど今回またさらにそれによってもいろいろ明確になったと思ったんでその辺含めてねちょっとね全体的にやっていきたいというふうに思います。 はい。で、えっと、そして記者会見の中についてはちょっと後で詳しくやりたいんですけどやっぱりその個人でやるとかさまざまなこうねなんていうんだう独特だったのでそれも含めていろんな形で話題になってるっていうところですかねあとまあ広末さんのことについてもまあまあいわゆる芸能人の方でいうとまあこういろいろ内緒にしておかなきゃいけない話等々もあると思うんですけどまあそのあたりについても全部赤裸々にお話しされていたんでいろんな意味においてまあ批判を喰らったりとか称賛を受けたり っていうまあ、ちょっとねいろんな声があるって感じですかね。はい。で誹謗中傷もやめてくれとかですね。それから、えー、と堀江さんなんかは必死にアピールとかですね。まあちょっといろんな意見があってですね。まあちょっと何とも言えないとこがあるんですけどね。はい。でまあ私がちょっと思ってるのはですね。まあ私はなんか めちゃくちゃ見てて感動しましたけど、ね、感動っていうかかっこいいなと思いました本当に一人の男としてめちゃくちゃかっこいいと思いましたあの言うてねこの方は別に芸能人で何かをそのお話しすることを職業にされてる方ではなくてまあまあまあ独特っていうか、まあ、まあキャンドルっていうんですかねやっぱりろうそくを中心とした活動をされてるわけで、まあ、そこに深い意味がたくさんあるんですけどね なんで何て言うんですかね芸能人じゃないですね奥さんが芸能人でまあたまたまそのキャラクター待って目指すポジションに行ってしまったっていうところはありつつですね何て言うんだろうな別にしゃべる仕事じゃないけどやっぱりなんかこう正直に全てをこう何て言うんだう命がけの会見に私には見えたんですよね。だからそうういった人がこう本当にこう まあなんていうんですかね取材陣に囲まれて初めてで人生でおそらく初めてぐらいの記者会見をやって自分で用意してでそれに対して堂々と全て答えてで本来だったら、まあ、もしやるとしたらね広末さんとかそれからその、えー、とお相手の方とかが、まあ、やるべきことではあると思うんですよもしやるとするならね、まあ、でも、まあ、そこは今まで通りまり、あ、隠れるという形の結果、まあ、誹謗中傷が進み、まあ、キャンドル・ジューンさんが、まあ、要するに まあ、主な目的としては子どもたちを守るために、まあ、出ていろんなことをお話をされてるという形なんですよね。だから結構記者会見としては、まあ、その不倫問題の話とそれからメディアの問題って、まあ、両方、まあ、大きく分けると2つぐらいあってそれがこう話されてるっていう、まあ、感じで非常に興味深かったですねその辺についてはね。はい、だしあと不倫問題の方も何て言うのだろ 問題と言えるのかなみたいなふうに不倫は不倫なんですけどね。というふうに私は捉えたのでその辺含めてまあいろんな芸能界の闇とか世の中のこう何て言うんだろうなやっぱりこうモヤモヤした部分がまあキャンドル・ジュンさん全て、まあ、私はなんかこう正直にただ話しただけだと思うのでまあ正直に話したらいろんな捉え方されちゃう部分がありますけどすごく誠実だし正直だしというふうに私としては捉えましたね。はい とということで,すとで、すとでこれに対して、えっと、はい、えっと、生放送やってたようで、えっと、テレビの方、私は見てないんで、どんくらいやってたか知りませんけど、YouTube でもね、えー、生放送という形で、これは TBS でしょで、これはフジテレビって感じで、で、あの、えっと、これ全然関係ないですけど、あの、あれ、ちょっと待ってください <laughs>。はい、すいません。 ですかねもうなんか取材入っててまあだからお一人で準備してるからまあ結構いろんな人が入れるような会見だったかなっていうふうに思いますけどまあえっと外録チャンネルでえっとキャンドル・ジュンさんも取り上げているのでその縁でという形だと思われるんですけどまあここでもやってましたっていう感じですけどねまあまあだから大手からまあ個人まで入ったようなまあ記者会見だったと思うんですけどで私やっぱりこれ改めてどんくらいやられてたのかなっていうのをまあ見ていくとですね なんて言うんだうな、こうあの川岡本さんのね外国人特派員クラブにおける記者会見っていうのがあったんですよだ、それは後々大きい騒ぎになっていくんですけどその時にメディアがこれと同じぐらい大手も含めて来てるんですよ来てるんだけど当然生放送もせずそしてえっ、ー、と実際流れたのがその翌日の nhk だけが翌日の4時ぐらいにちょろっとニュースと流すっていうのをやっててこの 不倫問題とそれからジャニーズ北川氏の行ったと思われる犯罪行為とどっちがその <laughs> 大きいのかなって思うんですよ。たまあもう申し訳ないけどまあこう,こう内容については後々ねこう深い話があるっていうんで紹介しますけどただこの時点においてはみんなその芸能ニュースだと思ってああ不倫したフレ広瀬さんの旦那さん喋るぞみたいな感じで、まあ、芸能ニュースみたいな形でみんなバーっとこう報じてるわけですよ。だからいやいやいやみたいなその <laughs>。 すごいなとジャニー喜多川氏の問題の方が圧倒的にでかいのにいやなんかねもうちょっとねひどすぎるでやっぱりテレビの拡散力っていうのは大きいのでまあ、その辺も含めて何考えてんのかなっていう。 ところですよねまあ、今変わり目の時期なんでそれについて思ってる人もいるかもしれませんけど本当にジャニーズの件と今回の件の対比によってですねいろいろ浮かび上がってるなっていうのは私は思いましたねはいはいでは記者会見の中身の方に行きたいんですけどもえっとですねまあそのやっぱキャンドルジュさん全てをこう正直に吐露されるので、まあ、話がねこうあっちこっちに飛んだりする場合もあるので私の方で勝手にねだいたいこの3つぐらいあるんじゃないかということで まとめさせていただきました、まあ記者会見の目的と不倫問題とそれからメディア問題おおむねこのくらいかなっていう感じででまず一つ目の記者会見の目的っていうのはまあこれが一番大きかったみたいですねメディアの切り取り報道ですねによって子どもに被害が出てますよとあとまあ子どもにも話してないようなセンシティブなことがあったわけなんですけれどもそれがメディアに報じることに報じることによって子どもが知ってしまったっていう話があって、まあ、これはね本当に私はひどいな って思いましたねだしそもそもこう自分の両親のやっぱりこう不倫問題というものが、あのー、やっぱり大騒ぎになってるとそれはそれでこうすごく傷つくじゃないですかで。加えて周囲のお友達からなんかのもまあいい友人に囲まれたらね、まあ、それはなんか大丈夫かって話あるかもしれないけど一部やっぱり生やしたててくるやつもどうしてもいるじゃないですか、まあ、そういうのもあっていろんな意味において精神的な被害っていうのはめちゃくちゃでかいですよね。 だからその、まあ、私もず思うんですけど本当に週刊誌でワッとやる分についてはそれは紙面上だったしネットニュースになるかもしれないけど、まあんまりこう、まあ、本人があまり見ない可能性が高いですよね特に子供はね。だけどテレビでファーって流れてるとやっぱりお家によってはそれつけっぱなしにしてるからどこつけてもやってるって感じになっちゃうと見るし。 その話題にもなりやすいしっていうところでまあいろんな意味において私は「まあ週刊文春」はいつも通りのまあなんかこう暴くってことをやったわけでそれはそれでまあその批判もあってもいいのかもしれないけどそれ以上にやっぱりそのテレビですよねがまあこう数字が取れるからといって自分たちにがより強い人には立ち向かわずそしてなんかやっても良さそうなことについてはガンガンやるということで本当に下水なと思いながら見てます。はいで、えーとまあ ね、番組によってね、ちょっと全部チェックしてないって私てれば本当は見てないんで、まあ、間違ってたら本当にそ,そこは申し訳ない。本当に真摯に報道してるとこもある,あるかもしれないんで、そこについては一応申し訳ないって言っておきます。で、えっ、ー、と、それで、あともう一つですね、冒頭さ一番最初に言ってたのはこれですかね、広末良子さん一度も育児放棄したことはないってことをおっしゃっていて、まあ、なんか、まあそういった報道が多いからってことなんでしょうね。はい。というわけで、まあ一応、 大体の目的としては広末涼子さんの、まあ、流れている嘘情報に関しての訂正ですかねと、まあ、一番大きかったのは、まあ、子供に影響が出ているそしてもうご自身のだけじゃなくてお相手の、ね、子供についても、まあ、影響が出ているだろうということでちょっとメディアの皆さんいい加減にしてくださいっていうのが、まあ、一番大きい目的ですよねでこれはあくまで、えー、っとキャンドル・ジュンさんの目的であって 取材に行ってる方は不倫を報じたいわけですよね。そ,それも下すくだからそれを聞き出したいみたいな風な感じな、まあ通常だったらそういう構成だと思うんですけど、まあまあそれについてはね、なんか新しい手法によってちょっとね、なんか変な動き、変な動きっていうのかな、変わるといいなみたいな動きが出てますよね。で、えっ、ー、と、それで2つ目ですね、これがまあメディアの皆さんが一番聞きたかった不倫問題っていうことですね。 はい、でこの不倫問題についてはまあ難しいですよね、まあ、キャンドル・ジュスさんの捉え方としてはまあえっ、ー、と単純に相手が好きでっていう感じではないんだろうなみたいな言い回しでしたよねはい、まあ、その辺についてもちょっと少しだけやりますけど、まあ本当はねまあいいやえっ、ー、とで、えー、と今回の不倫問題ということで騒動前に離婚したいといわれ家を出たみたいな話があったらしいんですけどねつまり まあ、この辺もあんまり解説したくないな。<laughs> まあ、いいや。えっ、ー、と、ちょっとこの辺、後でつながる話なんで、一応入れたんですけど、それで、えっ、ー、と、相手の男性の対応に誠実さがないということで、はい。で、まあ、要するに、お相手の男性と含めて、広瀬がなさんが、なんか謝罪、なんか、まあ、時系列は難しいとかありますけど、まあ、謝罪文みたいなやつが出たので、まあ、要するに認めたってことですよね。で、そのこと、その中に、まあ、要するに、 キャンドル・ジュンさんに対する謝罪みたいなものが、まあ、ちょっとなかったという感じなんですね。まあ、それは広末さんもそんな感じのところがありましたけど、ちょっとあの文章については、まあ、いろんなチェックが入ってると思うんで、何、まあ、とも言えないところがありますが、まあ、それで、えっと、キャンドル・ジュンさんとしては,、まあまあ、は簡単に言うと不快な思いをしたってことですよね。まあ、いずれにしても、 まあ今回の件を受けて、まあ、一応お話をしましょうということで相手の会社の方に連絡したところを簡単に言うと使用対応されたっていうことなんですよねいやだからそれはさすがにないんじゃないっていうことですよねそのいわゆる相手は謝罪する立場ですねまあこういう問題だったら必ず何なんでしょうねあの結構女性の方がドーンと構えてる場合が多いんですけど結構男の方で不倫した側の人って結構逃げますよねなあれは何なんですかね <laughs> あの <laughs> <laughs> よくわからないですけどまあごめんなさいしかないじゃないですかだからまあ連絡期た以上「あすごい行きます」っつって「申し訳ございません」って言るれるのがまあ普通だと思うんですけどねはいただまあなんか最近のなんか傾向としてなんかこうねその誤ったら負けじゃないですけどやっぱり後々の裁判のことを考えてそういうことをしない方がいい等と,とあるかも分かりませんがやっぱり何て言うんだろうなまあまあいずれにしてもそのキャンドル・ジュンさんのこう全ての行動がまあ 基本男らしいんですよね。なんか、と私は見ながら思ってますね。はい。で、まあ逆に言うと、だからそういう人じゃないと、なんか広末さんを支えられないのかな、みたいなふうなことはちょっと思いましたけどね、話を聞いてる限りにおいては。まあ、そこについてはね、ご本人たちの問題で。で、そして、まあ結局ね、まあ、えー、っとね、まあ、いろんなこと話されてたんですけど、まあ、 ポイントは結構時々広瀬さんというのが精神的に危,く危うくなっちゃう時が出てきますと。で今回もそうなんじゃないんですかみたいな話らしいんですよね。でご自身が出会った時もすでにその状態だったので。でままああそう要するに、まあ 簡単に言うとキャンドル・ジュンさんが向き合うことでなんとかこう立て直したのかなみたいな風に私は、まあ、聞いてたんですけどそれでもやっぱり時々不安定になるけどそのたんびにまあいろんなことを頑張ってきたということですよね。まあ、いずれにしてもその広末さん側の事情を全て飲み込んでキャンドル・ジュンさん自分の活動を変えてまでも、まあ、いろんなことに対応してきたっていうところみたいですね。はいで、えっ、ー、と そして今までは広瀬さんの事務所とか周囲の人間含めて、まあ、キャンドル・ジューンさんもそうだと思うんですけど、まあ、なんかその不安定になった時にやっぱりそこで叱っちゃうともう話ができない人みたいになっちゃうのかな、まあ、その辺分かるんないですけど、まあ、精神的不安定な時そうですよね、まあ、それ悪いことをしたとかこれ良くないよっていうことをそのまま言っちゃうとあ,あなたは味方じゃないんですねって感じでパーッと離れてしまったりとかするんで。 見方っていうか,かとにかく何も言わず見守る見守るみたいなねそばにいるよみたいな感じでみんなで見守ってきたっていう感じなんですけどなんかそれがまあ何て言うんでしょうねもうキャンドル・ジュンさんはまあ、今回全部まあ言っちゃった方がいいんじゃないかっていうことでまあ、言ってるっていう感じのように見えましたけどね。うん、だからその辺含めて 何て言うんだろうな、やっぱりこう、私はその芸能の世界のことよくわからないけど、やっぱ何かを表現する上において、何て言うんだろうな、こう、精神的にやっぱそういう状況になる人もいると思うんですよね。まあ、アスリートもそうだし、演技する人でも。なんかその、バランス取れた、非常に日々楽しく送ってる人もいらっしゃるでしょうけど、何て言うんだろうな、その、難しいですね、それは <laughs>。 まあ一流どころになるとやっぱそういうのでどうしても支える人が出てくるっていうのはわかるけど何て言うんだろうなそれを全て隠すからなんかなんなんんかもやもや感が残るんでしょうね私はだから広瀬さんのいろんな噂がいっぱい流れてきてるじゃないですか今までもねでえっ、ー、とそれがキャンドル・ジュンさんの話を聞いてなるほどって思ったしだからそれを踏まえた上で彼女が「えー 示すなんていうんですか演,演技と言いますか表現そのものをどう見るかっていうか私は見たいと思ったんでまあそういうのを含めてもう隠,す隠せない時代なんでねもう全部出していった方が私もいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど守ろうとすると誰かにやっぱりしわ寄せがいっててまあ私が見る限りそれはキャンドル・ジュンさんに言ってたり場合によってはそれが子供にまで飛び火。 しつつあるわけですよね、まあ、だからまあそういった意味にも兼ねた記者会見だと私は理解したんですけどね。はいはい、という感じでまあそういうのも踏まえていろいろ支えてきたんだけどまあ私が見る限りまあこ,それこれ以上はそれをしたくないみたいなねいう形で自分にはやっぱり自分の生き方があるってことで何て言うんだろうなこうそれをこれ以上やると。 まあいろいろ難しいというかまあじょそれは本人だけが頑張ってもメディアが大騒ぎするとかまあいろんな発生する問題もあってとにかくコントロールも効かないし、まあ、いろんな思いが込められてたような気がしますけどねまあでも強い人だと思いますね普通はちょっときついなと思うんですけどねでえー、っとそしてご自身のことについてもたくさん語られていてこれはねいろんなことをおっしゃってたんですけどまあ復興も一生懸命やってますとかいうところでこれ これがなんかこういうこと言ってるからだと思うんですけどなんか自分のアピールの場に使ってるみたいな意見があってそれは私ちょっと違うんじゃないかなと思ってて正直な人だから自分が何でこういう行動を取ったかっていうのを説明するために自分のがこういう行動でこういう思いで活動してきた。 これがこうつながってっていうのを正直に全て説明するためにキャンドル・ジュンっていう人間の活動そのものがまあ背景にありますよみたいな話だというふうに私は理解したんですけどびっくりしましたねアピールのターとかなんかすごいなと思いましたよそういうふうに捉えるんだと思ってはいまあその辺を含めてね捉え方は自由だとは思いますけどねはい。 でえっと、次に最後にメディア問題ですね。メディア批判っていうのが、まあすごいですね。メディアの人たち集めてきてメディア批判っていうのをストレートにやってましたね。で、えっとですね、まあキャンドル・ジュンさんの身に起きたこととしては、もともと、まあそういうキャンドルによるいろんな活動している中で、 メディアに取り上げてももらうこととあったとその時はまあ普通に直接やり取りして、まあ、文章も確認して記事が出てたという形なんですけどヒルセイさんと結婚した後はもう勝手に写真は撮られる勝手に記事書かれる確認もさ,らさせら確認もなく出てると簡単に言うとキャンドル・ジュンさんからするとデマ情報が勝手に流されてるっていう状況ですよね。はい、ということでそしてまあそういった切り取り問題もあったりとかって感じですよね。 で一方で広末さんの事務所と話してですね要するにキャンドルさんには広末さんの名前を出すなとかいうことを言われてるわけだから弁明の機会もないわけですねただひたすら我慢ですよこれはちょっと今まできつかっただろうなっていうふうに思うわけですけどいやーっていう感じですよだからただひたすらあのデマを流されて普通だったら活動できないですけどあんなの流されたらね、まあ、よく頑張ってこられたなって思いますけどね、まあ、あとはやっぱり まあ国民的女優じゃないけどそういうなんか人気のある人と結婚した人に対する嫉妬の嵐っていうのもやっぱりねあると思うんでね、まあ、そういうことですよね、まあ、いろんな意味において大変だろうなってことですし、うんまあ、魅力的な人だからこそ今回の問題も起きてるような気もしますしねはいでそしてでまあ一番ちょっと話題になったのは対面で質問を受けるということで,で記者会見やって普通って見えないところから なんか普通会社名とか言うけどどこの誰だかよくわかんない人が質問して中にはものすごくゲスい質問をこう投げかける場合もあるわけじゃないですか,だかそれってどうなのみたいなのがあったわけですけど、まあ、それに対する防御だと思うんですけどそう質問するんだったら顔を出して名前を出して質問してくださいねっていう意味でキャンドル・ジュンさんの横に記者さんが立ってそれでまあ説明なんかやるって感じでしたけどねこ、まあ、これはなんかいろんななんんんかかいろう <laughs> ものを呼んでなんていうんだろうなこういろんな意見が出てるんですけどまあもうそもそもね例えば政治家等々についてはま,まあまずああいうのはいらないよなって思うし、まあ、相手が権力者の場合は別にあの要するにこう名前と顔出したらそれに対してなんか報復行為とかあるかもしれないからその辺については私は不要だと思うんですけどまあ時々あまりにもひどい記者がいるんでねそれはなんか顔出したりとか思うけどまあでもそういう人はたい顔出てたりするんでね。<laughs> はいで だけどやっぱり今回ってあくまで個人の問題じゃないですか。で個人に対してのメディアの暴力みたいなのが今受けたわけじゃないですか。だから抑制効果となるかっていうとこれはやっぱなると思うんですよね。まあ実際その質問も今までだったらもっと下水質問が出てたと思うんですけどやっぱり結構遠慮した質問になっていたのでなんかねそれはすごく良かったなっていうふうに思いましたね。 はいあと一方であんま良くない面としてはやっぱりそのああいう場に出てくる人ってテレビのレポーターさんとかそういう感じの人ばっかりになっちゃうと、まあ、あ,れあれってなんかほらテレビのワイドショーとかで見てるとなんかそういうな,なんかの記者会見に行った時にテレビのリポーターみたいな人が行ってアナウンサーみたいな人も行ってもう多分ねもうみんなで決めた質問みたいなやつがあってそれをしてで我が社のなんとかさんが、まあ、こう質問しましたって絵を撮りに行ってるじゃないですか。 だからその場合ってその人ってもともと名前と顔を出して質問してるって絵を撮りたい人もいるのでだからそれってでも何、まあ、ていうんだろうな深い質問ができるわけじゃなくてその絵としてこういう質問でこれを撮りたいみたいなのに、まあ、使われちゃうだけなので、まあ、その辺についてはちょっとなかなかね、まあまあ、今後どういう形になるかっていうのはちょっと興味深いですけど副作用としてはそういう何、まあ、て言うんだろうなメディアはモンスターですよね本当にね。あの 全てを数字に書いていくみたいなねいうとこがありますけどはい。であとですね一番最後ちょっと言いたかったこととしてこの「お楽しみ」っていう言葉があってこれがなんか私は捏造されてると思うんですけど要はけじめなんか福島の方のそのなんかこうイベントやってる時きに、まあ、ちょうどこの問題が起きたんでまあ この件についてキャンドル・ジュンさんがちょっと触れたところがあってそれ以外の部分にしたは本当なんかすごいその福島の復興の話とかまそういう話ブわーっとしてる中でちょこっとだけですよちょこっとこの件で要するにあのまあ要するに来てる人たちは当然分かってるわけですよこの,このキャンドル・ジュンさんこういうの巻き込まれて大変そうだなみたいなふうなみ見てる中で一切話をせずっていうことっていうのがまあできないなある種誠実な人なんでしょうねだからそこの件に触れたわけですよ少しね。それで なんかまあけじめを取りますって言ったこととそれから今後を楽しみにって言ったことについて、まあ、これがまあ別のメディア福島とはまた別違う、まあ、多分なんかこう、うん、メディアによってこう流されて、まあ、それで批判されてる部分があるんですけどまずけじめっていうことについてはなんかあお相手の奥さんの居場所が分かったのでそこに対して謝罪しに行くっていう。 まあそういうまあ今回の記者会見でもまあ自分まあ全く責任ないと思うんだけどあのむしろ責任取りすぎだと思うんだけどそれについていろいろ謝罪もされていたのでまあそういう男らしい人なんだなっていうふうに思ったんでまあそういうキャラから来るけじめを取りますっていう、まあ、そういう意味ですよね、はい、責任を取るという意味においてのけじめっていう意味で使いましたと。 で、これね誤解は取れてると思うんですけど、で、もう一つは、お楽しみにって言ったことについては、お、なんか、なんて言うんだろうね。その <laughs>、お楽しみにって言うと、その後出た、このラブレーターみたいなやつあるじゃないですか。あれを楽しんでね、みたいな感じでも見えてくるから、その、その時点で出てなかったんですけどね。だけど、そうじゃなくて、その、 皮肉的にこの状況を楽しんでくださいねみたいなことだったらしいんですよねお楽しみじゃなくてねお楽しんでだったかなと、はい、いう感じでだからもういつも行為騒動が起きるといろんな風に書かれて、まあ、それを消費されちゃってるわけじゃないですかキャンドル・ジュンさんねでそれに対してまたどうせみんな楽しむんでしょうみたいな皮肉が入ってるわけですよね はい、という話だと思うのでいわゆるこういわゆるラブレーターみたいなやつは暴露してみんな楽しんでねっていう意味じゃ全くないのででこのキャンドル・ニュースさんはこういった記者会見してるのもかかわらずああいう記者会見やってるけど、ま、彼がこういうねお楽しみって言ったことについてはやっぱり彼の性格は現れてるからなんたらかんたらってツイッターがバズってるのを見てですねすげえなと切り取りすんなって言われてる記者会見やってるのにめっちゃまた切り取られてるっていう <laughs>。 いやーもうこの問題は根深いなっていうふうに思いましたけどまあまあいずれにしてもですねまあ一個人ができるもうできる限りのまあまあ何て言うんだろうなそのタレントさんでも何でもないですからねにしてはめちゃくちゃかっこいい記者会見だったと思いますけど誠実でねと私は思いましたけど受け止め方は自由だと思いますけどねはいという感じでまあまあ何て言うんでしょうね まあこういった動きっていうんですかね、やっぱりメディアおかしいよねっていうことの動きが、いろんな形で出てくるんだなと思いながら見ておりました。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。